がリーダーをやっていいのかなってすごい最初なんか助川が今回リーダーだからって言われて、えっと思って、なんか今回ゆうちゃん、田島ゆうちゃんのチームと私のチームに分かれたんですけど、それが最初すごい不安だったんですよ。でメンバーのことも全然知らなくて、でも会ってみたらすごい気さくで、すごい仲良くなったんで、あとそうですけど、もう最初ですね、もうライブを何回かやらせていただいてるんですけど、最初そのプロモーションビデオを撮った時もここが全部閉まってたんですよ、ボタンが。でも何回かそのライブをやらせていただいてる時に、ファンの方からなんで埋もれたい、胸の谷間に埋もれたいっていうユニット名なのに全部閉まってるの、なんでその谷間を開けてくれないんだって、歩いてるだけですごいよだから自分たちで手縫いをして、こう切って、自分たちで切って、縫って、でこういうのも全部自分たち揃って買ってきて、そうです。で、やっとこの間のライブの時からこう開けて、はい、そしたら、やっともう名乗ってもいいよと、ファンの方たちから、OK が出たんで、はい。菅原さん、ちょっとバスが大きくなって、なんかさっきも楽屋で話してたんですけど、私の仲いい友達も一般の子なんですけど、胸が大きい子がいて、でその子と話してたら、もういいとか悪いとかそれを通り越して笑えてくるよ、本当になんか胸隠れないような服を着ていても、ちょっとこうかがむとやっぱりすごいボンって出ちゃうんですよ。なんでも恥ずかしいとか笑えてきちゃう本当にね、日によっても大きさ変わるし、本当に大きくなったりちょっと小さくなったりとかで、大きくなりすぎるとこう憎まれてみたいなのも出てきちゃうそれが嫌で、もう常にこうマッサージしてで出ればしてるんですけど、これ以上大きくはなってもお母さんとかになんかもう気持ち悪いって言われて大きすぎるって言われてでもなーってちっちゃくできないし、ね、そうですね、まだまだ大きくなる可能性もあります。そうですね、はい、もうちょっと簡単に自己紹介になります。何ですけど、こんなことしてるか、こんなことしたい。あ、はい、自己紹介、まず、よさかゆいです。はい、本名ですそうですね、今1988年生まれの13歳で21歳です。大型です。そうですね、はい、先ほども言った通り、もう本当にバリバリのドドさん子で18歳までもう札幌市の北野から出たことがなく、まあちょっと訛りがあるんですが、はい、本当に世間知らずの、もう本当にそうですね、もう何でも新鮮で、すごい、なんだろう、もうワクワクでいっぱいです、すでに。この世界に、ね、この世界に入ったきっかけは、もうずっと現在も、そうですね、ダンス歴が10年ぐらいやっていまして、そうですね、ダンスをに関係したお仕事って言ったら芸能かなと思い、そうですね、グラビアのオーディション、この今入っている事務所とは別なんですが、他事務所のちょっとグラビアのオーディションがあり、そのグラビアのオーディションで最優秀賞で2位をもらい、上京することになり、そこから、はい、芸能活動を始めました。そうなんです、はい、そうなんです、はい、そうですね、何がともあれ、はい、皆様に夢を与えることが一番だと思ってますはい、はい、頑張って日本を活性化させます。はい、はい、福岡県出身の立花オリーブです。で私はあだ名から有名にしました。で昔から福岡出身のことがあって、歌って踊ることがずっと好きで、スピードのファンだったりに憧れて、カラオケ大会出たりだとか、アサヤの
に太るようにあのお菓子を食べたりとかして努力今もしてます。助け川さんにアドバイス。そうですね、なんかさっきトイレで着替えた時にもう寄せられないって言って、じゃあ私が寄せてあげるって言って手を入れてガーって、ここからとここからを持ってくれば絶対漏れるからって言ったんですけど、そうね、なんか